そのうちホロのリアイベで遭遇しても知らんふりするねさすがにバレないように行くよ。バレないようにはしたいけど、まあ、できるだけ声はちっちゃめにするかな。まあでも年に会ったら泣くよな。涙出てくるもんな。ライブ始まった途端にギャーギャー言いそうだけど、いやララね、ライブは結構静粛にするよね。ララは結構静かに待ってるタイプの人間です。心の中で騒いでるから。一音でも推しのさ声を逃しちゃいけないじゃん。自分の声で書き消すの嫌やん。だから結構あれなんだよな、静かにする。ライブ中はおいおい叫ばんと。いや合いの手はちゃんと全力でやるよ。全力でやってるけどさ、うん、合いの手とかめっちゃ好きだからさ、全力でやりすぎて疲れて熱中症になってバタンキューしてどっか行っちゃうかもしれない自分のキャパ分かってるからさ、あんだけ人数いる中で多分やったらね、ララ死ぬ死ぬと思うんだよな。うわ、ホイとか生で聞いてみたいな。どうせララちゃんは呼吸荒くなってガハハ笑いするからバレるいやそんなことないよ。いやだってさ、ナナがホロー好きになってさ、見てくれる人もさ、ホロー好きの方とかが結構見てくれるようになったからさ、会っちゃうかもしんないじゃん。変装するわ、全身タイツで歩くわ。逆にやばいか。よいしょ、ラストいきます